ありがとうございます。よろしくお願いします。こちらが今回の主役ママ、ふみえさん35歳。4歳と1歳、まだまだ手のかかる2人の男の子を育てるママです。ふみえさんの仕事は保育士。保育士ママの大変さは、自宅でもこの状況が続くこと。1日24時間子育てに追われる毎日です。そんなふみえママの家事を助けるのは、ポテトがあと13分で出来上がってくれるって。次が圧力鍋を使います。最新調理家電でほったらかし料理。家電がなかったら本当無理です。北海道、働くママの一日観察ドキュメント、ママドキュ、スタート。今回登場するのは保育士ママ、ふみえさん。家でも職場でも24時間子育てに追われるハードな一日を観察します。そうです、もう両面焼きにしてめんどくさいから蒸さないっていう、朝はまな板を使わないと決めて今蓋も使わない。そうですね、蓋も使わない。洗い物をできるだけ少なくするっていう。包丁とかこうやって使っちゃうから、すごい多分お皿には申し訳ないことばっかりしてます。冷凍の器ですけど、これってどちらのなんですか？これもニトリです、ね、全部。子供たちの分を準備したら、一人で朝ごはん。この時間を確保するために早起きしてるんです。本当に結構がっつりですね。私一人じゃないですよ、でもこの量。あ、そうだね、夫と半分こするんですよ。一つのお皿で洗い物削減、そうです、そうです、はい。つかの間の一人時間もすぐに終了。おはよう。ブキまだ寝てた？あ、ほんと、うん、ご飯食べたり。何がいい？車にする？何でもいい？今日なんかよく見るとすごいテレビ台が収納いっぱい。そうなんですよ、収納場所がないことに困っちゃって、ね、上がもう全部長男の服で、うん、うまくできたなって。着替えを取りに行く時間を短縮するために、子供たちの洋服はリビングのテレビ台に収納。カラーボックスを使って手作りしたそうです。おはよう。おはよう。違うの？朝はご機嫌斜めの次男、いぶきくん。ちょっといぶきだけ上に送ってくるか。ちょっとパパ受け取って。保育士だけど自分自身もママであるふみえさん、子供たちは別の保育園に預けています。行ってきます。バイバイ。はい。働くママたちを支えるために仕事に向かいます。おはよう。おはよう。おはようございます。担当しているのは0歳児。可愛さピカイチ。でも大変さはそれ以上です。ちょっとこうちゃん背中に背負いますね。みんな今日すごいね。どう、リンゴから食べたら食べ始めそう？リンゴだけ食べてる。そして一人調べちゃんに授乳、もしかな、おかげさんお願いしようかな。パ
文江ママは幼稚園保育園に10年以上勤めるベテラン。7人のスタッフを取りまとめるチーフを担っています。ですよね。それがなんかこの刺激が多分私は好きなんだと思います。きっと。では、お先に失礼します。ここでさらに気合を入れ直す文江ママ。そう、ここからは我が子のお世話に追われます。サバ缶使ってたんですよね。あ、届いたかもしれない。あ、はい、ありがとうございます。買い物は声優のネットスーパーで時短。欠かさずストックしているお気に入りがこれですね。多分大量にあります。冷凍のポテト。そうです。食が細い子どもたちの大好物、フライドポテト。週に一度は食卓に上るそうですが、この機会はポテトがあと13分で出来上がってくれるっていう。油を使わず。そう、これはノンフライヤー。食材自身の油を利用してあげるので 97% オイルカットでヘルシー。スイッチを入れておくだけなので、その間に他のことができるのも文江ママお気に入りのポイントです。とりあえず時短ですね。時短、なんかもう揚げ物を待ったりなんか焦げないかなみたいな手間とかがないっていうのがやっぱりありがたいですね。時間が常になんか時間との戦いというか。ここでまたまたほったらかし調理家電の出番。次が圧力鍋使います。最強の時短調理家電とも言われる電気圧力鍋。ティファールのクックフォーミー210のレシピが内蔵されていて、鍋に材料を入れるだけで料理が出来上がるんです。この日は子どもたちが大好きな豚バラ大根。ごま油に豚バラと大根を入れ軽く混ぜたら、だしの素、砂糖、みりんを入れ、あとはタイマーをセットするだけ。そうです、もう食べてくれないとちょっと作れないです。味見。食べてくれるかな。気になる子供たちの反応は。よいしょ。お、今かぼちゃ食べた。美味しいね。おいしい。お、マヒ大根だ。うん。エビご飯。美味しい。美味しい。あ、え、ピーマン？ピーマン食べたって？え、すごいじゃん。食べないと思ってた。すごいね。イエーイイエーイ。すごい、こうやってご飯食べれるようになった時とか嬉しいですね。今まで全然平食で食べれなかったので、あ、大きくなってるんだっていう安心感と寂しさとみたいな。本当は我が子の成長を少しも逃さずずっとそばで見ていたい。そんなママの気持ちがわかるからこそ、文江さんは預かっている子どもたちの様子をできるだけ細かく保護者に伝えてあげたいと思っているんです。書かれたら嬉しいなっていうのは、なんとなくその自分の子どもの預けてる連絡状もあった時に、なんかいつもこうなんて言うんだろう、こういうことをして遊びましただけじゃなくて、なんかこうワンポイントというか、うちの子ならではのなんかぐずり具合とかそういうのが載ってると、なんかクスッとしちゃうっていうか、
私はそういうの好きなんですよね。こういう活動だったんですよっていうのが伝わればいいなと思って、なんか一緒に育てているというか、一緒に見ていってるんだよっていうのがすごくあるので、保育園は。